防衛省となって、国際社会の中で各国と同じような行政システムになり、我々も自らの判断で、予算あるいはまた法案の提案権を持つ、そういう形でしっかりと防衛庁自衛隊の責任も重いということを自覚しなければならない。というふうに思っております。防衛庁の省移行については、与党において精力的な議論が行われ、今般関連法案の提出について合意されたというふうに承知をしております。政府としてもこれを重く受け止め、本日関連法案につき閣議決定したところであります。やっぱり軍隊っていうふうに見せないといけない国ってありますよね。北朝鮮とか中国に対してもやっぱり、ただの主体は平和維持活動あるいは防災、そういったところに主体を置いてほしいけれども、やっぱりそういう国であるということを見せなきゃいけないというのは僕は思いますけれども、ちょっとそういう政治的な方法では今の世の中のそういう戦争とかは解決しないと思うので、いくらそういう軍隊を設けたりいろいろ対策をされても無駄ではないかというのが、Что вы понимаете?